東日本電信電話、東日本電信電話株式会社、東日本電信電話、日本テレグラフテレホンイーストコーポレーションは、日本最大手の電気通信事業者である。通称は、NTT 東日本、NTT 東日本、日本電信電話参加の子会社である。1999年、平成11年7月1日に日本電信電話株式会社、 NTT の再編成に伴い、関東、甲信越異北の一都一道15県を分割して、発足。現在は、持ち株会社となった、NTT 産家にある。本社所在地は、東京都新宿区西新宿3丁目19番2号。本社社屋は、高層棟、低層棟からなり、隣接する東京オペラ式とは、山手通りをまたぐように連絡通路でつながっている。 この本社社屋は、NTT 再編成以前は、NTT の本社所在地であった、持ち株会社となった時点の NTT の本社社屋は、NTT 再編成以前に、NTT 関東支社があった東京都千代田区大手町2丁目3番に1号停心ビル。その後、2013年12月24日、東京都千代田区大手町1丁目5番1号、大手町ファーストスクエアイーストタワーに移転。 先営業エリア内における、同一と同県内完結の市外通話及び、市内通話などの固定電話サービス、並びに IP 網ーサービス、フレッツを行う。発足と同時に、NTT ブランドの電話機の販売元を継承している西日本エリアでも、製造販売元、認証取扱業者として、東日本電信電話株式会社と、技的表示のシールに表示される。 事業地域の扱いは、行政上の地区と異なる場所がある。しかし一方で、市外局番や通話料金の算出が、地元の立地域とは異なるが、事業地域は、地元扱いとなるケースがある。同様の例として、NTT 西日本エリアの尼崎市などがある。詳しくは、西日本電信電話営業エリアを参照。市外局番や、 通話料金の算出が地元の他地域と同じだが、事業地域は他地域扱いとなるケースもある。各道県の支店は道県庁所在地にあるが、群馬支店のみ高崎市にある。静岡県については東西分割の検討段階で NTT 東日本の営業エリアに組み込む検討もされたが、名古屋、愛知県と同じ NTT 東海のエリアであったことや、 東西地域会社間で利用者数や資産規模などを均一に揃えるという意図から NTT 西日本の営業エリアとされた経緯がある。ただし、熱海市と裾野市のそれぞれ一部区域のみは例外として NTT 東日本営業エリアである。なお、高田郡神奈美町には NTT 東日本伊豆病院が存在するが、同病院は NTT 西日本エリアである。 カッコ内は、主典所在地、2011年5月16日現在。期日中、日本電信電話は、NTT、東日本電信電話は、NTT 東日本、西日本電信電話は、NTT 西日本,日本と略する。1999年、平成11年、2000年、平成12年、2001年、平成13年、2002年、 平成14年、2003年、平成15年、2004年、平成16年、2005年、平成17年、2006年、平成18年、2007年、平成19年、2008年、平成20年、2010年、平成22年、2012年、平成24年、2014年、平成26年、2001年、 平成13年6月22日三菱、商事株式会社、三菱電機株式会社、東京工科大学とともに生体認証技術、バイオメトリックス利用による未来型キャンパスモデル構築のためのビジネスンソーシアムを設立した。1999年平成11年7月1日に実施された NTT の再編成により NTT の 各グループ会社は NTT、持ち株会社、NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズにそれぞれ帰属することとなった。NTT 東日本においては2005年、平成17年7月1日に都道県域会社3社、営業系、設備系、共通系を統合した。また2006年、 平成18年6月30日には、グループ内のさらなる効率的運営をることから、デルウェル東日本株式会社が、NTT 東日本の子会社になった。さらに2006年、平成18年8月1日には、NTT グループ中期経営戦略推進の一環として、株式会社、プララネットワークス、現、株式会社 NTT プララが、 NTT コミュニケーションズの子会社になった。2014年、平成26年7月1日には、都道県域会社を4つのブロックに統合した。これらにより、NTT 東日本が直接出資するグループ会社は24社、2014年7月1日時点となっている。NTT 東日本では、旧定神病院から引き継ぎ、 以下の企業率病院を運営する。同様に、NTT 西日本でも複数の企業立病院を運営している。NTT グループ関係者以外でも利用できる。NTT 東日本としてのテレビ CM の放映は東日本エリア内のみだが公式サイトを通じて全国で視聴できる。ほ他,他、2017年10月現在、 全国ネット番組においてへの提供表示は NTT 東日本、NTT 西日本として提供される。したがって NTT 西日本の担当地域では原則として同社の CM に差し替えられる。一方、民放 BSCS 放送では NTT 東日本単独の提供番組が存在し、西日本地域でも東日本の CM が見られることがある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。